にちは。こんにちは、こんばんはか。ずれた。こんばんは。ずれた。なんでずれんだよ。ずれちゃった。はい。皆さん、配信見ていただけましたでしょうか。ありがとうございました。聞こえてる？皆さん、結構久々に緊張しました。はい、今日インスタライブをやっているのはですね、なぜかと言いますと、僕のインスタライブを、僕が会社を退所する時のインスタライブの終わり方を覚えているでしょうか。覚えてますかね。はい、あれ、それにして、見えないんだ、これも見えないんだ、その時にですね、結構グダグダで、最後の方、本当残り5分のところで僕はファンサービスをしようと思ってたんですよ、ファンの子たちに向けて。なんですけど、こう画面がクルクルして、止まっちゃったりとかしてっていうインスタライブ、5月3日の日に僕はやってたんですけど、ちょうど当時大阪弁の舞台やってたんで、大阪弁で喋ってたインスタライブなんですけど、覚えてる方いらっしゃいますでしょうか。その時に、なぜ画面がクルクルしていたかと言いますと、それはですね、なんと、電話がかかってきたからなんですよ。電話がかかってきていたから、電話がかかってくると僕本来だったら、マネージャーさんとかいる時は機内モードにしてインスタライブやってたんですけど、機内モードにするのを忘れていて、またずれた。機内モードにするのを忘れていて、なので、焦って、あ、やばいやばいと思って、そしたらくる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 してて、おかしいなこれと思って、こんな、その残り3分でファンの子たちにファンサービスしようと思っていた矢先にすごい電話が鳴ってくる、鳴るんで、誰がこの大切な思ってたんですよ。そしたら、まあ、インスタライブがそうこうしてるうちに何回も電話かかってくるんで、ファンサービスができないまま、まあなんとなくこう中途半端な感じで終了することになったんですね。で、ちょうど12時に切らなきゃいけないから切ったら、そのタイミングで電話に出ちゃったんですよ。その知らない人の、ずっと知らない人の番号がかかってきてたんですけど、その番号が誰か知らない人だったんですけど、たまたまボタンを押したら出てしまって、そしたらメールに、メールを見てください、
メールを見てくださいっていう、なんかちょっと低い声の人が言っていて、怖いと思って、なんだこれと思ったんですよ。それでそしたらあのメールを見たら、いよいよだなとか、もうすぐだねとか、わずかだね、残りわずかだなとか、怖い怖いじゃないですか、残りわずかだな、もうすぐだな、何これと思って、怖い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 と思って、ずっとそのメールを読み進めていったんですよ。残りわずかだな、やりたいことはちゃんとやれましたか、やりたくても思いのほかできることってなかなか難しいと、思い通りにいくこともなかなか少ないよと、でも、素敵な青写真を描こうねとかって、すっごい怖いじゃないですか、と思って、何これと思って下まで読んでたら、先輩中井でしたって、中井くんだったんですよ。まさかのその非通知の電話側の相手が中井くんだと知らずに、僕はずっとなんだよこの大切な時に誰が電話してくんだよこのタイミングでって言って、何回もそのオフにしてたんですよ電話を。でちょうど5分前から中井くんは、多分僕がインスタライブやってたことも当然知らなかったんだと思うんですけど、なんだろう、メールを多分僕の対処のタイミングに合わせてくれてたみたいなんですけど、僕がインスタライブをしているから当然そのメールに気づかなくて、返信がないので、多分電話を何度も中井くんがかけてきてくれてたみたいだったんですよ。 でもそれになかなか僕が全部消して着信拒否みたいな形になってしまって出てなかったんですね。なんでね、びっくりして、僕としてはもうこう残りあと5分でもう退所かとか、30年頑張ってきたのももうそっか終わりかなんてことをインスタライブやりながら心の中でこうしんみりしてたんですね。でそしたらこうインスタライブ終わって、はぁーって感じになるところを、その中井くんからメールと電話がかかってきたことによって、なんか一気にその退所日がハッピーな出来事に変わっちゃって、あ、またすいません、またすいません、すいません、あ、これだ、これで抑えようよ、このこいつで抑えれば大丈夫だ。でハッピーな出来事に変えてくれたわけですよ。それでなんか本当にすごくないですか、そんなことね。その山ほどいる後輩の中で、もう一人の後輩の退所日を調べてくれて、なおかつそのね、時間まで12時ギリギリにメールをくれて、で速攻中井くんにだから電話したんですよ。で実はその中井くんにその V6 解散のタイミングで学校行こうのスペシャルがあった時に、たまたま同じ TBS で楽屋が近くだったんですね。でなかなかそんなことないんですよ、僕としては。なかなか SMAP とその仕事が一緒になるってことがないんで、でこんなことめったにないからってことで中井くんの楽屋に挨拶をしに行って、でなんかこうもじもじしてて、連絡先を聞きたいと思ったんだけど、やっぱ恥ずかしくて聞けなくて、恐れ多くて、中井くんに連絡先を聞くなんて、もう本当に直属の先輩だったんで、で、まあ、意を決してその時に連絡先を教えてくださいって中井くんに言ったんですよ。それ中井くんは、いやお前に連絡なんか用がねえべ、俺から連絡する用ねえべとかって中井くんに言われて、いやでも僕は用があるんで連絡先を教えてくださいって中井くんにその時言ったら、じゃあ番号書けよって言ってくれて、番号を書いて紙切れに、台本の切れ端に書いて渡したんですね。でいつ中井くんが連絡かかってくるのかなって僕はこう今かと待ってたわけですね。そしたら2年ですよ、2年間中井くんから連絡がなかったんですけど、その本当に僕の最後の最後の日に中井くんからそういう日を多分中井くんが選んでくれて連絡をくれて、だから中井くんに電話した時も、そのインスタライブ終わって中井くん
間違って押しちゃったボタンでつながった中井くんの電話にもう一回かけ直して、すいませんメールありがとうございましたっていう連絡をして、でもうずっと中井くんから連絡がかかってこないから、僕嫌われちゃったのかなって思ってましたっていう話をしたんですよ。そしたら中井くんが、なんだろう、中井くんが後輩に嫌いな、俺にの後輩に嫌いなんてなんて一人もいないよって言ってくれて、めちゃくちゃ感動しました。はい。っていう、その僕の5月3日の退所日のインスタライブと今がつながっているということです。はい。いやー本当にびっくりした。もうなんか全てのもうなんかしんみりした気持ちを全部一気に一掃してくれるぐらいの出来事だったんで、でもそんななんかこう記憶に残ることができる中井くんが本当にすごいなと、本当にね、もう会社は違いますけど、それでも先輩だと、いつまでも先輩だと言ってくれる中井くんに本当に感動しましたし、はい、まあ、ちょうどこのインスタライブでこの話をしてもいいですかっていうことを中井くんには昨日ご連絡させていただいて、今こうやって やってるわけですけども、中井くんにももしよかったら見てくださいと言ったので、中井くんがインスタのアカウントを持ってるかどうかは知りませんが、見てくれていたらめちゃくちゃ嬉しいです。はい。いやー本当に本当びっくりしたな。いやーすごかったな。ねえ、そんなことありますかっていう。いやーすごいな。本当にすごい先輩だと思いました。すごすぎた、僕はもうめちゃくちゃ嬉しかったですね。はい。なんかあのなんとも言い難い、こう気持ちはしょんぼりしてたはずなのに、急にガボーンってこうテンションがマックスに上がって、こんなハッピーなことがあっていいんだろうかっていう日にして、中居君がしてくれたことにめちゃくちゃ感動をしたのを覚えてます。いやね、そんなインスタライブの、続きだということです。さあ、あれなんでこれコメント見えるの、見れてる、これ見れないんだ、なんで、あ、オフになってる？そっちが？これが？あ、これがオフにしちゃってんのか、俺が。また。あれ？コメントオフになっちゃってんのか。なんで？あ、これでオンになったのかな？オンになってない？これ。なってる？いつも本当にインスタ全然やってないから、もう。やり方を。あ、ぶらぶら、誰か間違って誰か招待しそうになってたよ。危な。声聞こえてる？なんでこれ見れないんだ。え、今オンにしたよ。なんで？コメント。なんでできてないんだろう。オンになってるはずなんだけどな。あ、危ない、自分でコメントしようとしてた。あれ？なってるよね。
あ、間違った。これがオフになっちゃっただけだ。もともとがなってないのか。いい。もう俺、全然やってないから。忘れちゃってんのよ。何？まあという、まあ僕としてはですね、その話を今日したかったわけですよ。いやー本当に感動しました。違う人も あれ、お、オンになった？なってない？なんで自分のやつでも見れないんだ？オンになってない？まだもうインスタライブや始めてどんぐらい経ってんだって話だけど、うん、さあというわけで皆様、そんなことを私としてはお伝えしたかったということでございます。本日より私、2B と共に一緒にやることになりましたので、皆様ぜひ、また一緒に遊んでください。よろしくお願いします。では伝えることは伝えたので、終わりにしたいと思います。じゃあねー、バイバーイ。長く見てくれてっかな、見てくれてたら嬉しいんだけどな。ねえねえ、はい、というわけで皆さんおやすみなさい。バイ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 。終わります。